っとー、薄汚いやろうな、薄汚い豚やろうべ、たまらん、いただきまーす、うーしこちゃん、もっとぶって、もっとぶって、今のはやりすぎだろ、そういうプレイだろ、おい誰か来い、この女に礼儀を教えてやれ、おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい、何これ、何これ、服、え、脱いじゃう脱いじゃう、え、うん、グギバット、男だったの、男でもいい、男じゃねえか、何がどうなってる、質問するのはこっち、七番街のスラムで手下に何を探らせたの、ねえ、はあ、何の話だよ、しらばっくれても無駄、もう一度聞くね、手下に一体何を探らせてたの、言わないと切り落とす、どうやって、いや、やめてくれ、ちゃんと話す、何でも話す、バットですけど、頼まれて片腕が銃の男のネグラス探った、これこれ来てたね、確かに、誰の依頼、おひー、喋ったら殺される、言いなさい、言わないと、言わないとねじり切っちゃおうか、何を、おひー、シンラのハイデッカーだ、お、治安維持部門統括ハイデッカー、ハイデッカーさんですか、シンラの目的は、それだけは勘弁してくれ、言った方がいいんじゃないかな、言わないとすりつぶすよ、何を、ほいそれもいいかも、うん、姉ちゃん本気だな、仕方ねえから教えてやるよ、シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ、文字通り潰しちまうんだ、プレートを支える柱を壊してよ、なんだと、わかんねえか、プレートがヒューッ、ドガガガガガガーだ、6番プレートの事故と一緒さ、上から来るぞ、気をつけろ、今度は7番街が俺に乗るってわけだ、みんな、ティファ、クラウド、行こう、まだすりつぶしてないぞ、待った待った、黙れ、すぐ終わるから聞いてくれ、俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか、勝ちが決まった時だ、勝利を確信している時、あ、選ばなかった、そういうのもあるんだ、残念、時間切れ、正解は落ちた、教えねえのか、落ちたな、デデドーン、楽しい、あ、欲望の街終了、進捗はどうだ、タークスが動いています、はい、順調順調、プレジデント、お、どうか、21じゃ、21、7番街直下のスラムには推計でおよそ5万、そんなにいんの、リーブ君、500人ぐらいしかあのスラム人口いなさそうだったけど、また分別臭い顔で青臭いこと、リーブ君、これも発展の潤滑油だ、腹をくくりたまえ、あれ、バイオハザード始まった、バイオって必ず地下水道的なとこはある気がする。
これ確かさオリジナル版だったらどっちから話しかけたかとかで好感度のアップダウンなかったっけ。ここなんかいろいろあるんだよね。あなたは、ティファ、エアリス、ユフィ、バレット、誰とデートした。君は誰とデートする。何にもしなかったらエアリスになるんだっけ。ひどい匂いだ。確か先に話した方とデートができるんじゃなかったっけ。ね、俺ユヒ派なんでどっちとも話さない。見えた。スパッツかな。見えない。ボッキュボンの幼なじみか、ね、意外に活発な見知らぬつい最近出会ったばかりの。あなたの選択はどっち。左右左右。ユフィないからどっちでもいいんだけどね。じゃあ幼なじみの女の子大丈夫か。ティファ、でかいな。クラウド、七番街へ急がなくちゃ。なんで服装変わったんだよ。あ、エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの。助けられて、助けて、また助けられてる。ムービーシーンが全部シュールになるね。ごまかしてない。剣が釘バットだと。どうして助けてくれるのかな。俺に惚れてるんだよ。こいつは一体。なんか来た。あ、イノシシ。どっかかな。見破るぞ。あれれ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 。ベヒーモスではない。でもなかなかムキムキのマッチョマン。大丈夫、もちろん。いただけ。いつもの。見破るかページの下行っちゃって。ああ、右角調べてどないすんねん。アプス、ドン・コルネオが地下下水道で飼っている巨獣だ。見た目に反して知能が高く、地形を有効に使いながら汚水を、ね、弱点炎、ファイヤーあったっけな。ほらほら音がドスドス、超ドンキ。次だ、ディスオーダー、角から壊す。ホームランじゃねえか。エアリス、よし、やっちゃう。エアリス、ファイラー持ってきてるよ。ほら焼けてる焼けてる。バーストラッシュでバーストを食べるんだ。あ、逃げた。あ、炎を消したのか。逃げ込んで。もう一回焼いてやれ。あ、一回使っとこう。びっくりした。平行いてくんのかと思った。平行きましたね。やあ、やめて。私に任せて。アビリ、クラウドが、クラウドが。こっちは大丈夫。私の出番。
触発された。こいつちょ煽ろ、煽ってきたって。マジかよ。ちょっと運営に、あ、さすがに炎は2回はいかないか。隙だらけです。ダッシュする。酔ってない。はい、バーストまで行っちゃいます。ゲージ2本ためたいんで。間に合え、間に合え、回避だ。来いよ。はっ。あ、割と余裕で回避。一気に叩き込む。さあ、食らっときなさい。いいダメージ。あそこ痛かった。さらにライダウン。エアリス、ファイラー。痛い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 。炎弱点。興奮してきた。角がねえんだ。あー、モンハンだったらね、あの壁ぶち当てたら突き刺さりそうだ。何をしようとしているのかね。ダメよ、チョコボ&モーグ。炎が弱点だからユフリートだよね。炎は大水来た。え、クラウドが死んだ。なんでそんな食らったの今。これがわからない。待たせてごめん。ハイポーション、慎重に行こう。今も死ぬ。来ないで。ちょっとめちゃくちゃ食らった。イフリートさん、暴れろ暴れろ、暴れる君誕生。クラウドさん死んじゃう。コンボのダメージが、クラウドが死んだらそっとっとと帰っていった。俺の仕事ここまでな。で、それだけのために一瞬クラウドが蘇るっていう。で、今そのうちにティファにゲージ貯めさせて早めにクラウドを蘇らせよう。しっかり立て直そう。行け、戻れ。邪魔だ。流れを変えない。やりす。早めにケアルラ。 MP がない。交代。あ、ない。エーテルをエアリス。頑張りどころ、頑張るね。エアリスゲージを貯めろ。ケアルラ、ケアルラ。クラウドはメインだけなんで。あ、クレイムハザードを決めればいいんじゃない。クライムだった。それ刺さらないやつです。ね、ブレイクゲージが溜まりやすい。単純に火力は高い。フィニーッ。あ、まだ終わってない。さようなら。ほいっと。ダメだね、火力が高いね。やったか。
だやだ、もう僕帰る。コルネオ様、助けて。行っちゃった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌は俺たちだ。コーヒー。コーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレートを落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。5万人死ぬ。イットガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？奴らならやる。ありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でも、もし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよし。でしょ。うん。ティファ、どこへ行こうというのかね。やっぱり下水道とつながってる。え、あの全力で逆側に走っていくのがまさに俺のプレイって感じだよね。どうした。水路をたどっていけば7番街につけるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。うん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。で、逆に向かって全力で走り出す。これが私です。まずはそこを目指そう。了解。えっ、開かない。な、そんな長くないのかな。来い。おお、サハギ、初めての敵。備え、水系だから雷、やっぱ炎。炎。おい、落ち着いていけ。私に任せて。はいはい。取れ。MP がない。回復までは協力してこ。エアリスが死んじゃうでしょうが。よかった。どうやって貫くんだよ。沈め。ファイヤーないとバーストさせられない。いけそうか。ここで仕掛ける。消え失せろ。なんていうかね、ハンターっぽいよね、サハギンさん。 MP 回復お願いします。よし、ちょっとでもね。誤差レベルの回復量やめて。全力で逆方向に走り出す男、それが私、クラウドストライフ。ハイポーション、ハイポ微妙なんだよね、回復750だから。もうケアルラーがエアリスだったら2000近く回復するから。これはホールド5。下水の水汚ね。勝手に排水とかしちゃっていい。MP 回復おいしい。お、水が全部抜けた。レアだよね、あの色。汚いよ。行く道があっちっぽいんで。よいしょ。フェザーグラブ、ティファの新しい武器だな。こんなところに行く場所。あ、よかった、回復地点。なんかある。これで追っては来れないだろう。
また貯めた意味あったのかな。別にこっち行ったってなんかあるわけじゃないし、今の俺の行動に意味はあったのか。とりあえず回復あったね。これで一息つけそうだ。まず回復。そして音楽もありそうだね。ハテナだし。虐げられた民衆。他は？新学生。この辺高いからね。どっかでは欲しいけど、多分どうせ買っても着ないし。チャドリーのやつも。結構終わったはずなんだけど報告をしていない。バーストもあと2体。そしてティファの新しい武器がフェザークラブ。あー減るな。魔法系の割に物理まみれだよ。両方強いわ普通に。アビリティ、魔法で連撃すると熟練度が上がる。すごい動きしてるね。オーバードライブ、バックフリップ。この辺何にも覚えてないんで。それに比べてガードロッドはあと1回すぐだね。釘バットはね、戦う、強撃ヒットさせる。だからこれ殴り続けるしかないんだよね。モードチェンジ後か。あ、モードチェンジしなきゃダメなんだ。全然してなかったわ。早く貯めちゃおう。このディスオーダーどう見てもホームラン。その後さらに追加してる。打ち上げてホームランした後にもう一遍叩き落としてるんだけど、どうなんだろうな。とりあえずティファはね、別にもう武器鍛えてないんで、素直に一番強いやつを強化していこう。穴が開かないんだったら今のまんまでもいいけど。バーストドレイン。あったあった。残眼流精神統一。なんだそりゃ。とりあえず穴開けて。戦闘開始時に火の段階が上がる。まあ覚えてみるか。残眼で師匠だったよね確か。残眼だったのか。正直ね、あのオリジナルの時のプレステ版ね、あの文字潰れててさ、ビッグスのグーかビッグスかビッグスか分からなかったりとかね、結構昔のゲームに特に多いんだけど、点々があるかないかが分かんないの多かったよね。ガード時計、アクティブタイムバトル量増加はすっごい使えると思う。で単純に物理攻撃とガード時、基本ね放置してるからねこいつ。オッケーかな。装備を変えて引き継げばよし。確かねティファが軍手でエアリスが傘だったよね。あのマテリアナの、マテリアナのない武器。まあ準備 OK かな。